コンソルです。はい、ということで今日はね、オフ会、あのファンクラブのみんなとボーリングとバーベキューのオフ会があるんで、もう実際にね、ボーリングやってるんですけれども、オフ会の様子をちょっと動画に収めていきたいなと思います。久しぶりのボーリングなんで、ちょっとうまく投げれるかどうか分かりませんが、頑張っていきます。スペアの後の大事な一投です。ストライクの後です。チャンスでございます。これで決めたら私はボーラーです。ターキーの次は名前がないらしいです。名前のない次に行きたいと思います。名前がないから動画のことあるんで。言葉ます。ああ。意外と倒れた。意外と倒れた。なんで。ある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 。あるあるまだある。部屋で止まる。まっすぐ、まっすぐ、めっちゃまっすぐ。ああ、ダメだ。魔法が解けた。ああ、いい感じ。ああ、ビタッとビビよ。このゲーム前半調子良かったんですが、時間の関係でもう行かないといけないので、途中で終わります。人生ベストスコア出そうだったので惜しい惜しい、悲しみの撤退です。みんなでマリオカートします。マリオカートはやっぱもうドンキー一択だな。どうする選手1位でございます。うほ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 う、イエーイやべえ、顔力がやばい、煽り力やばいよこれ。この辺かな。パンチングマシンやってます。YouTube で初めてパンチをミスしまいます。今日は新宿駅から徒歩1分の KOBBQ にやってまいりました。 BBQ ガーデン、すごいな、マジで新宿駅の都会のど真ん中にある、本当にやばいところにバーベキュー会場があります。見てこのビルのね、森を眺めながらバーベキューをいただくという素晴らしい施設です。皆さん、今日はお集まりいただきありがとうございます。どずぬしバーベキュー大会大会なんすか。大会、みんなね、今日が生まれて初めてのバーベキューのつもりで楽しみましょう。やばい、乾杯。外で飲むビールは格別です。
あー、美味しい。やべやべ、燃えてる燃えてる。話題のソーセージ。話題の炎上してます、炎上してます。炎上してます。やばいやばいやばい。オッケーオッケーオッケー。やばい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 。炎上してる炎上。大炎上大炎上。あ、ボンさん。ボンさんが炎上してる。してないよ。これが、天界プレイヤーの焼きそばである。どうですか、やっぱ焼きそばととろ揚げは一緒ですか。一緒ですね。丁寧に丁寧に。丁寧に。ワンプレイミスなく、ミスなく作っていくことがやっぱポイントになるわけですね。すごい。でもバーベキューで焼きそばって結構珍しいですね。そうですね。やばい、めっちゃ楽しいバーベキュー。坊さん、はい、ドズ寿司のイモくん衝撃の事実が発覚しました。何親がボンさんより年下です。36。ボンさんはボンさん40歳でしょ。年下。親がボンさんより年下っす。おめえの父ちゃん年下。お母さんね、お母さん、お母さん。マジか。マジマジマジ。下手したらだよ、だって。いや、下手しなくてもでしょ。下手しなくても、はい。勝負を挑まれたんで、あ、強い、これ強い手や、強い手や、これやばい。いきます。じゃあレディーゴー。3、2、1、2、5。おお。まあまあゴリラなんでね。よろしくお願いします。続いてボンジュール選手。ボンジュール頑張れ。頑張れボンジュール。頑張れボンジュール。頑張れ頑張れ。さあお願いします。これアームレスリング。アームレスリング、イエス。かっこつけてんの。いいよ、いくよ。ボンジュール。ちょっとすげえんだけど腕。勝ちました。僕勝ったんで大丈夫です。いきます。力抜いて力抜いて力抜いて、レディー、はい。おお、いいよ。ボンジュール、ボンジュール、ボンジュール、ボンジュール。あー、カンカンカーン。ボンジュール選手敗北です。あと20年時が早ければ。あ、そんなやばいですか。本物だ、本物。あいつ本物だ、あいつ本物。ボンさん、バーベキューどうでした。バーベキューね、やっぱね、肉を火で焼くっていうね、原始的なスタイル。これね、ちょっと、ゆうたくん、大丈夫、顔、顔。あ、全然大丈夫。あ、大丈夫です。じゃあもう一回、ごめんなさい。もう一回やめよう。これもう一回同じこと言う。もう一回。ボンさん、バーベキューどうでした。やっぱね、このね、はい、肉を火で焼くっていう、この原始より続くスタイル。このスタイルやっぱね、帰るね。え、帰る。帰る帰る。あ、その、本能的なもの。うん、そう。人間のね、うん、やっぱ遺伝子に効いてくるよと、肉が。そう、帰るね。外で食べるっていうのもまた帰りますよね。そう、帰るね。帰る、やっぱりね。やっぱね、バーベキューは帰るっていう、帰る儀式だ。あ、帰る儀式なんだ。帰る儀式です、バーベキュー。やらんとあかんっすね、やっぱワンシーズンに一回は。思い出さないと、やっぱり。間違いない。人間とは何なのか。家の中で飯食ってる場合じゃないと。ないよ。確かに、それはそうよ。ね、外。外表出てね、外で飯食わないと。はい、ということで、今日はね、ボーリング&バーベキュー大会というところで、楽しくみんなとね、交流してったんですが、ドズ主っていうファンクラブやっておりますので、興味ある方はね、下の概要欄からリンクを踏んでいただければなと思います。月に1回以上はね、オフ会をやっているので、ぜひ参加していただければなと思います。これから私は帰って生放送で、トラゲ頑張りたいと思います。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後エンディング撮った時ね、もうコンタクト外してて、実は。ちょっと目線がカメラ目線じゃなかったからすごい気持ち悪かったんですが、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回オフ会のね、様子っていうところで、月に1回ぐらいね、オフ会やってるんですけれども、ボーリングして、ゲーセン行って、あとは最後バーベキューしてっていうところでね、楽しいオフ会でございました。ただ、楽しいオフ会もですね、やっぱりたまには炎上につながることもあるんですね。今回この画像に載ってると思うんですけれども、ボンジュールさんっていう参加者がですね、今回この太鼓の達人を女性と一緒にプレイしてしまうと、いうところでね、ツイッターに載せたところ、すごいこう、もうこれ炎上だと、到底許されるべき行為ではないっていうところでね、話題になっておりましたので、最後のおまけとして、つけております。というところで、またこういう動画もね、ちょくちょく上げていくので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。